ティーチャーズシフトをお聞きの皆さん、こんにちは。教育 ICT コンサルタントの小池浩二です。玉川大学工学部の小坂井正和です。先週中島先生に伺った iPad 導入当初のエピソード、共感できるお話でしたね。はい、やはり組織としての改革は痛みが伴うものなんだなと改めて感じました。今週は学生時代の中島先生についてもお聞きしちゃいますよ。どんな学生時代を過ごされたのか興味深いですね。恩師との出会いについてもお聞きしたいと思います。教育現場の ICT 活用と先生の働き方改革を応援するティーチャーズシフト。先週に引き続き、佐賀龍谷学園龍谷高等学校の中島和明先生をゲストにお招きしています。中島先生、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。中島先生は今年で教員になって27年目ということですが、まずは教師を目指すようになったきっかけから教えてください。私にも高校時代というものがありまして地元の県立高校に通ってました。高校3年生の時に、もう名前出しちゃいますけど、新谷博之先生という先生がいらっしゃいまして。新谷先生ですか。はい、その先生は、まあ、担任の先生で、しかも数学を担当してもらってたんですよね、うん、でその先生の授業のですね、キレがすごくて、毎時間もう授業を受けるのが本当楽しみでした。それに憧れてたのかもしれません。今でもですね、まあ、その先生とは交流があって気にかけてもらってますが、まあ、いろいろ今でもアドバイスをいただいています。今はもう感謝しかないですね。キレのある授業ってどんな授業なのかすごく気になるんですけども、具体的にこういう授業をやられてたってのありますか。そうですね、例えば、数学ですので数式から数式にこう移行していくんですが、ここのところちょっと論理の飛躍があるんじゃないかなっていう時にピッて説明してくださるんですよね。で、かゆいところに手が届くというか、うん、余計なものはないんだけど、もう必要な分を必要なだけ喋ってくれるので、もう無駄にする時間が全くなくて、飽きることなくもうずっと集中できるみたいな、そんな授業でしたね。中島先生ご自身はご担当数学でいらっしゃるんですね。そうなんですよ、はい。じゃあその先生から結構今受け継いでる部分なんかもあるわけでしょうか。そうですね、もう27年目って言うんだけど、やっぱり道に迷いそうになるとかあるんですよね。特に駆け出しの頃とかいうのは、自分がイメージした授業を再現できないし、うまく説明できないし、伝えられないし、うん、なんてひどい授業なんだろうと落ち込んでしまうような時もあったんですがでもその先生に励ましてもらったりとか、大きく何かこうシフトする時にこう的確なアドバイスをいただいたりとかいう形で、本当今でも気にかけてもらってるし、いろいろアドバイスいただくこと多いですね。私も数学教師を目指している学生さんたちの指導とかするんですけど、まあ、そういったあの数学を目指すというところでもいいんですけれども、その若い先生を目指す方々にこうアドバイスとかってないでしょうか。そうですね、今ちょっともうそういった感じになっちゃったんですが、実は先生って教えたがりでしょ。もう教えたくて教えたくてしょうがないんですよ、はい、結局50分あったら先生めちゃめちゃ50分喋るような先生がいるんですよね、はい、でも今はもうそういった時代ではないし、生徒とともにやっぱり歩んでいくみたいな、生徒の一人一人の良さを探しながら授業をしていくみたいなところがあるので、どっちかっていうと先生ってすごく大変なんですよね。こっちが準備するんじゃなくて、生徒に合わせて引き出していくみたいなところがあるので、そういった生徒と一緒に楽しめないときついんじゃないかなと思います。まず生徒を好きになってくれることが一番じゃないかなというふうに感じてます。そうして教師を目指すようになった中島先生ですけども、大学を卒業する際、公立中学校の教職採用を蹴って大学院に進まれたそうですが、なぜ公立中学校の先生にならなかったんでしょうか。巡り合わせですね。実は大学4年生の時に、みんな行くと思うんですが、教育実習に行ったんですよ、はい、で中学校で実習をさせてもらったんですが、その時の生徒、中学生ですね、うん、もうキラキラしてて、うん、こんな生徒たちと一緒に学びたいと思ったんですよね。それで大学4年生の時に公立中学校の採用試験を受けたんですよ、はい、で結果は受かって中学校の先生になるものだっていうふうに思ってたんですが、夢はですね、覚めるものでなんか研究をやりたくなったんですよね。結局辞退して、まあ、大学院に進むという形にしました。しかしながら大学の研究って甘くなくてですね、辛くてですね、厳しいものでしたもう夏休みもなくやってましたよ。
就活もせずに本当研究に専念してました。秋になって採用試験、まあ、私学の採用試験があったんですが、たまたま受験して受かって、まあ、今の龍谷にお世話になってるような状況です。その私学ならではのこう将来性みたいなものってどこだとお感じですか？私学の合格をもらった時はですね、私学は人事異動がないし、うん、厳しいよという先輩に諭されたんですよ、うん、やはり狭い世界ですから、まあ、私学に入って、まあ、一時はですね後悔したこともあったんですが、まあ、今考えればもうこれからはまさに私学の時代だと思っていますし、今は本当私学で良かったなというふうに思ってます。特に佐賀県っていうところですと、やっぱり公立の方がかなり早く時代の先を行ってた感じがあったじゃないですか、まあ、そういう姿を私学の先生として見ていてどういうふうに感じていらっしゃいましたか？公立高校は予算を大きくつけることができたので、はい、正直羨ましかったですねなるほど。やっぱりそこを見て、まあ、私学さんもその中でどうやるかっていうのを考えたわけですよね、きっとね。そうですね、うちの場合は、まあ、公立と逆を行けばよかったんですよね。同じことをやってても結局ダメなので、公立がやらないようなことをやろうというふうに決めて、うん、その時にやっぱり iPad を使いこなしているやっぱり近代の生徒さんを見て、うんうん、これはすごいと思って度肝抜かれたんですよね。そんな中島先生ですけども、有名な人物が言ったある言葉を大切にされているとお聞きしましたが、どんな言葉なんでしょうか？まあ、何気なく YouTube を見てたんですよね。出勤前の朝5時ぐらいによく見るんですけどもそこでですね、シンガーソングライターで俳優で YouTuber でマレーシア在住のですね、ガクトさんが面白い言葉を言ってたんですよね。ともかく動こうっていう言葉なんですよ。ともっていうのは知識の知ですね、はいはい、かくは視覚聴覚のかく、動っていうのは動作の動ですね、こうが思考のこうです、まあ、意味は知って覚えて動いて考えるという思考パターンなんですよ。ともかく動こうですね、はい、こう動くことってすごく重要で、人って失敗したくないじゃないですか。いい結果を出したいという気持ちあるじゃないですか、はい、考えれば考えるほど動けなくなるんですよね、うん、動いた人だけが知ることのできる世界があると思ってるんですよね、うん、今後中島先生はともかく動こうという言葉の中でどのようなチャレンジをしていきたいなっていうふうにお思いですか？そうですね、考えるのが先か動くのが先かで人の人生って大きく変わると思うんですよ。なるほど、今すぐ動け、実際には動きながら考えるってことなのかもしれませんね。そういったやっぱり一連の思考パターンを大切にしていきたいというふうに思ってます、まあ、特にこれからの時代の教育現場はそういう思考大事なのかなと思いますけども、今教員教師を目指している学生さんたちに向けて何かアドバイスするとしたらどんなことしたいですか？そうですね、ちょっと逆説的になるかもしれませんが、失敗しなさいって伝えたいですね。学生のうちに失敗しとく、はい、これ失敗は許される失敗と許されない失敗ってやっぱあると思うんですよね、うん、年齢が上がっていけばいくほど許されない失敗が増えていくので、だんだん動けなくなっちゃうんですよ。だから高校生でもそうですけども、やっぱり高校の中では許される失敗なんだけど、社会に出たら許されないっていうこと多いと思うんですよ。やっぱりそういうふうに今のうちにたくさん失敗しなさい、失敗しなさいっていうことはやっぱり動きなさいということだと思うんですよね。安心して失敗ができる環境っていうのが学校に求められてる部分なのかもしれないですよね。はい、失敗しないというよりも、こう失敗してでも成功のもとを作るっていうですね、うん、そういった気持ちって大事だなと思いますね。はい、といったところでそろそろお時間になってしまいました。ティーチャーズシフト、新しい学びと先生の働き方改革、2週にわたりまして佐賀龍谷学園龍谷高等学校の中島和明先生にお越しいただきました。中島先生、非常に教訓のあるお話ありがとうございました。ありがとうございました。エドテックによる働き方改革のための学び方改革。皆さんこんにちは、スララネットの林です。今日もよろしくお願いします。今回はですね、今までとちょっと違う経路のお話っていうのをさせていただこうかと思っております。テーマとしては ICT を利用した出席扱い制度について、少しお話をさせていただきます。皆さん、不登校の数ってどのくらいいるかってご存知ありますでしょうか？
これかなりですね、毎年のように増えておりまして、最新の調査では小中学生の不登校者の数というのは、昨年対比14,855人で、各最高の196,127人と、もうすぐでですね、20万人に迫る勢いで増えてます。昨年対比で 108% 増ということで、少子化の中で大幅に増えているということがわかります。この不登校の中で近年注目を集めているのが出席扱いの制度になります。で、どういった制度かというと、 ICT とかフリースクールとか、そういったところでの学習実績というものを学校に提出して、条件が合えば学校長の判断で出席として扱われるという、そういう制度になります。でこちらですね、最新の調査でいうと、出席扱いの適用数は今年2626人ということで、昨年対比 4.3 倍で2018名の増加となっています。この制度使うとですね、何がいいかというところなんですけれども、もともと学校復帰というものを円滑に進めるために、こういった出席扱いの制度っていうのはできました。その中でメリットとしては2つですね。1つは自宅学習っていうものを認めることによって、登校の意欲っていうのを醸成しようと。で、もう1つはですね、中学生、高校入試等あります。内申点って非常に重要です。で、この制度を使うことによって、内申点としての活用っていうのも可能であるということ。この2つが大きなメリットになっています。で、弊社はですね、スララネットでは、学校とか塾とか、そういうところの教育機関向けでのサービス展開っていうのももちろんしているんですけれども、個人向けの販売というものも非常に積極的にしております。で、我々のサービスの特徴は無学年式であり、かつ個別最適化が図れる。さらには、ゼロからでもわかるレクチャーっていう機能を用意してますので、この組み合わせによって出席扱いに多く利用されているということになります。またですね、弊社だけじゃなくて、エドテックの特徴というのは、データがすべて取れます。いつ、どのような学習をどのくらいやったのか、また、その理解度がどのようなものなのか、こういった点っていうのが全部データ化されますので、学校側、教員としても判断がしやすいというのが大きな特徴かなと思います。現状ではですね、出席扱いでは内申点っていうのは1しかつきません。出席の扱いだけなので。なんですけど、そこに適応指導教室だったりとか、別室の授業、または別室でのテスト受験なんかっていうものを利用することによって、成績として2とか3とか、そういうふうにつなげていくことっていうのも可能になってきてますし、そういう動きも出てます。で、ここにエドテックを絡めるというのが、子どもたちにとって未来を作るために大きな財産になるというふうに思ってまして、詳しくはですね、本当に細かい情報がたくさんありますので、ここでは話しきれないんですけれども、ぜひホームページ見てもらったりとか、弊社ここの部隊に直接連絡取る手段もございますので、連絡いただければいろんな話ができるんじゃないかなと思います。この制度ですね、公立私学実は関係ありません。学校の学校長が認められるデータっていうのは用意できるかどうかになりますので、一担任として困ってる先生もいっぱいいると思います。保護者として困ってる方もいっぱいいると思います。ぜひですね、一度こういった制度っていうのに目を向けていただくのはいかがかなと思います。本日は今までとちょっと違う趣旨のテーマでお話をさせていただきました。ありがとうございました。誰も教えてくれない学校 ICT の失敗。皆さんこんにちは、品田です。今回もオンライン授業の失敗についてお話ししたいと思いますが、3回連続の最終回となります。オンライン授業の失敗その3ということで、元に戻しただけの失敗についてお届けします。コロナ対応のオンライン授業も終わり、対面での授業体制に戻った学校がほとんどではないでしょうか。クラブ活動や行事も徐々に再開しているようです。先生方の学校ではどうですか。さて、では授業はどうなりましたか。コロナ以前の授業に戻りましたか。もし戻っただけで何も変化がなかったとしたら失敗だと思います。オンライン授業を通して先生方は多くのことを学んだと思います。 ICT 機器の使い方やアプリサービスの使い方といった技術的なことはもちろんですが、それぞれのアプリやサービスの良さ、そして良さだけではなく良くない点についても知ることができました。いくつかのアプリやサービスはオンライン授業だけではなく対面授業でも活用できるなと気づいたはずです。またオンライン授業を経験したからこそ、対面で授業を行う意味や対面授業でやるべきこと、そして対面授業でしかできないことを嫌でも考えさせられたのではないでしょうか。生徒もオンライン授業と対面の授業を経験して、
学校に通う意味や先生から授業で教えてもらうことの大事さ、教室にみんなが集まることで得られる体験、集まったからこそできることなどについて考えたと思います。先生も生徒もそして保護者の方も改めて学校、授業、学ぶことについて考えましたよね。その結果として私たちの授業がコロナ以前のままということになるのでしょうか。もちろん様々な対応に追われていて授業を見直すなんていう時間も手間もないよという声もわかります。しかしこのチャンスを生かしましょう。 ICT を使ったオンライン学習ならではの良さ、対面授業ならではの良さ、両方がブレンドされた進化した授業が作れますよね。コロナが落ち着いてほとんど元通りの学校生活に戻ってよかったねということで終わりにしてはいけません。生徒はもはやかつての生徒とは異なるのだと思います。見た目は変わらないかもしれませんが、この体験を通して新しい学びのスタイルがあることを知ってしまった生徒です。新しい学びを求めているのです。新たな経験をもとに新しい授業を生徒と作っていきましょう。今日は元に戻しただけの失敗についてお話ししました。ありがとうございました。ティーチャーズシフトは毎週月曜日の夜に配信しています。 YouTube のチャンネル登録をして来週もまたお聞きください。Creativity is not an outcome. Creativity is a process that starts when you make a choice to embrace the unexpected and to be undeterred by failure. It's a choice to believe in yourself, your ideas, and your perspective. There is creativity inside all of us, and unlocking it starts with a choice to make the leap.